イワン・バーンはオランダ・アルクマール生まれの写真家。建築物の立つ周辺の環境や、そこで行われる人々の営みをあえて映し込む撮影手法で知られる。従来の建築写真は性的な建築物そのものだけを描写することを長年の伝統としてきたが、イワン・バーンはそれを変革し、建築物の持つ物語や空気感、その建築物が どのように使われているかを表現することを試みている。これまで、レム・コール・ハースや伊藤富雄といった世界的な有名建築家の優れた建築作品を撮影。世界で最も広く出版された写真家の一人である。イワン・バーンの撮る多義的なスナップ写真は、ダイアン・アーバスの作品とよく比較される。2010年、イワン・バーンは20世紀で最も有名な、 建築写真家ジュリアス・シャルマンの名前を冠した写真賞を受賞。2012年にはベネチア建築ビエンナーレで最優秀インスタレーションに贈られる禁止史賞。同年、ハリケーンサンディが直撃し、停電となったニューヨークマンハッタン42番街で暗闇の中に鮮やかに光る小さな屋台の写真がニューヨークシティマガジンの表紙に採用された。 この写真は後に限定プリントとして発売され、売り上げはサンディの犠牲者への事前金として使われた。2016年にはアメリカ建築家協会のステファン・エクライメント・オキュラス賞を受賞した。ありがとうございます。